私たちの生活にとって必要な下水道、その仕組みや役割を楽しく学べる科学館が名古屋市にあります。皆さんこんにちは。私たちはメタウォーター下水道科学館名古屋に来ています。ここは開館30周年を記念しリニューアルしました。新しくなった館内の魅力をご紹介します。メタウォーター下水道科学館名古屋は2020年にリニューアルオープンしました。館内は5つのゾーンに分かれ、展示コーナーや体験型のゲームなどが設けられています。こちらは暮らしと下水道ゾーンです。キッチンやお風呂など暮らしで使われた水は床下の排水管を通って下水管に流れます。これが下水道の出発点です。トイレにこのうんちくんを流してみます。床が透明になっていて排水管の中を流れる様子が見られます。下水処理の仕組みを紹介するゾーンです。使って汚れた水は下水管を通って水処理センターに着きます。流れてきた水は池に入り、砂などを沈め大きなゴミを取り除きます。その後時間もかけて細かい汚れを沈めます。その後反応タンクと呼ばれる場所で微生物が汚れを分解し、上澄みのきれいになった水を消毒し放流します。これはタッチパネルを使い、微生物が反応タンクで汚れを食べる仕組みを体験できるゲームです。私もチャレンジしてみます。ゲーム感覚で下水道処理の仕組みが分かって楽しかったです。下水管の維持管理ゾーンです。こちらでは下水管の中を進み、下水管が詰まる原因や雨水が流れ込む様子を体感するゲームができます。少し疲れましたが、下水管の中を通ってるみたいで楽しかったです。名古屋の下水道の歴史と未来ゾーンです。名古屋市に下水道ができて100年も経っています。下水道の歩みや下水道のこれからをモニターとタッチパネルで紹介しています。その奥に災害への備えゾーンがあります。大雨で浸水した時の状況を体験できます。このボールプールは浸水した時の歩きにくさを体験できます。実際に歩いてみます。足元が見えにくく歩くのが大変です。このドアは外が高さ40センチまで浸水した時を疑似体験できます。ドア開けてみます。非常に重くて開けにくいです。館内にはガイダンスシアターがあり、下水道の仕組みや役割を映像で分かりやすく紹介しています。メタウォーター下水道科学館名古屋の魅力を教えてください。下水道では私たちが日頃何気なく使っている水をきれいにして自然へ返しています。また大雨から街を守る役割もあります。体験型のゲームなどを通じて身近にある下水道の大切さを楽しく知ってもらえると嬉しいです。メタウォーター下水道科学館名古屋の開館時間は午前9時30分から午後4時30分で、休館日は月曜日です。今回取材をして
私は下水道の大切さが初めて分かりました。雨に強い街づくりにも下水道が深く関係していることが分かりました。メタウォーター下水道科学館名古屋はゲームなどで楽しく学べます。皆さんもお越しください。